よし、皆さん、The Good Tonight です。今日は特別のレビューは、ミニマップのパック。これは日本に全然販売が見たことないんですけど、これはフライインダストリーズのモディ、ミニマップパック。フライインダストリーズ。フライインダストリーズ。カンドラ。このミニマップパックは、前には、GMR レンジャーのマップパックがあったのに、3万円ぐらいのやつ。それとか、トゥエンニードのニュージーランドのミニマップも、1万2000円ぐらいの、これは、トゥエンニードより6000円だけぐらいですよね。まあでもアメリカのだけに販売が見たことあるですね。このマップパックが、確かに気になったから、今には、その、タクティカルアサルトギア、コンバットシステムとパックと、このウォリアソートシステムズのマップパック、これがちょっと大きいからちょっと長すぎ、SPC に使ったらちょっと長いですよね。あまり問題ないですけど、いっぱい気になる人は JPC と SPC が使ったら何でもかんでも使うと、この小さいのカバーの方が一番いいです。それとか、HPA システムが使ったら、例えばポーラースターが使ったら、中にはタンクに入れると、そのままでプレートのセッティングすれば、プレートキャリアセッティングすると超使いやすいですね。でもこれは、ストラップでもできるですよ。別で売れてるのは、タックストラップ、それはだいたい3000円といろいろ別のカスタムのものも来るですよね。GMR スタイルのこのクリップシステムもあるのに、大体3つぐらいにできます。1つだけ一緒に来るけど、1、2、3と、それから前にパンとパンパンパンですね。3つぐらいできる。それは超コンプレッスの動けないのためにいいことと思います。これはちょっと使いづらい GMR より、ちょっとこのクリップのやつがもし取ったら、そのエラスティックのバンドに使ったらもっともっと使いやすいと思います。バー、じゃあそれので、ね、とりあえず、最初に、この前のパウチの方はこのジッパーガードが2つが入ってる。それで何かカカカガンすればジッパーに守るのため、でも時々ジッパーにキャッチするかもしれない。今はそのことがないんですけど、もしかして あることが見たことあるので、このパックじゃなくて以外のパックで、これはちょっとボールサイズのデザインですね。別の方法は、例えばこれのデザインはちゃんとスクエアの四角の方で使いやすいといっぱい入れるのできるので、これはもっともっと丸いの感じるから、いっぱいのことがあまりできないみたいですね。でも、ミニマップから一番少なめに持っていくのために悪くないと思います。それでは、これは、特別な、これの方で、マガジンか、スモークグレネード、ケイモリの手榴弾に入れるみたいなやつです。これで、ショックコードで、マガジンパウチに簡単になると思います。なんとか、インサットが欲しいみたいですけど、そのままで、2つの手で開けたら、マガジンを取って一発にマガジンに入れる。ショートコードに使ったら落ちないと思います。それの方が悪くないですね。ではマガジンプラス2個が超いいことと思います。それとこの横の方で、森もあるので、マガジンとかスモークレネードとかとか、いろいろ欲しい持っていくのものは簡単にできます。これはマガジンプラス2個が超いいことと思います。すごくいいデザインと思います。ほちゃー、この中にはデバイダーもあります。それ絶対2つだけに入れるですね。と、使ってないの時は綱守るとかマジックテープにシールしたら安全ですよね。じゃあ次の方は、一番上の大きいのパックの方で、この、550コード2つに、ペラコード2つにあるとか、飲み物とか、それが HPA システムの、ホーズで出るの、この一番上だけにあります。その次には、
デバイダーの方で、飲み物とか、物の別の持っていくの。マジックテープは前の方にありますよね。それと、サイズが悪くないですよね。だいたいこのぐらいですね。それはちゃんと、いっぱいの水、太ってるの袋は全部に入れる、全部の入るスペースが使うんですけど、その以外には、食べ物とか小さいのジャケットとか簡単に入れるですね。それは便利。この小さいのだけに6時間ぐらいのパックが欲しいなら超便利と思います。水が超大切ですけど、水が絶対忘れないでください。その以外には、これは GMR グリーマートレンジャーのパッキーがパウチがよく見たことあるので、この横のジッパーで開けたら、カバンの一番下の方で何か取りやすいになります。それで下の方でジャケットにあったら、上には使い早いのシルダーなれば、もしかして雨が降ったらと寒くなったら、早くに友達に頼むとジッパーが開ける、ジャケット取ってまた閉める、ジャケットすぐに入ります。それは自分でできる。そのまでカバンみたいな感じに使おうか、プレートキャリアにセッティングするは、どっちで自分で選ぶの方がいいですけど、これでモリーマントは簡単にできますよね。SPC とクライプレゼンのオリジナル JPC が出番の時に、プレートのだけのサイズのプレートキャリアになったの時は、この小さいのカバンが人気になったので、スラップに使うと、そのままでセッティングすれば、まあ、どっちでもいいよね。この一番小さいのは、ウェイトがあまりかからないから、プレートキャリアの後ろに簡単にセッティングすると、そのままで気にならないとスラップが肩に邪魔しないけど、自分で取り物はあまりできないとか、もし車に飛行機に乗ったら、そのままで椅子に邪魔するとあまり、腰がちょっと痛くなるかもしれないですね。それでストラップ使ってるの方法はこの感じので、自分でアクセスをできるように、そうそう、これで自分でストラップ使ったら、ちょっと前には邪魔になるんですけど、よいしょ、ちょっと大きいよね。OK。ちょっとだけ大きいになるですけど、必要なものが入ってるとか、タタタタンすれば、もし何か必要な中から、手榴弾とか、ブリッジチャージとか、そのままで押して、一回の開けると、自分でアクセスをできます。そのためも気にならないと、ちょっと大変になりますよね。色もちょっと、違うよね。これのコンドラは500だけみたいですね。これもともと1000、のコンドラですね。ちょっとだけ違うと色もちょっと違いますよね。でも6000円ですごくいい値段と思いますよね。使いやすいとコンパクト、ちょっと破壊づらいのやつですね。と森にもあるから、このマジックテープもあると、スキーのパッチも簡単にできますよね。だよね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。それとアルミパッチも小さいの持ったら、それもこっちに入れたら使いやすいですね。はい、今日のレビューはだいたいそこのぐらいでいいと思います。ストラップは今度に来るから、そのもう一回にどうで使えるか見てみろか。プレート系で使えないの時も、すごく軽いと使いやすい。それとか毎日いつでも使ってもいいのパックでもいいと思います。じゃあこのレビューそのままで、質問あれば下にはコメントとかなんとかサブスクライブとかはもうよろしくお願いします。じゃあ次のレビューもよろしくお願いします。じゃあ皆さんお疲れ様です。